今日朝から、はい、視聴者、うちの視聴者さんに質問を募集しました。お、はい、キャストってやつですよね。これ多分すごいお悩みの方多いと思います。次行きます。はい、ドロボルさんです。はい、おじさん10人ぐらいで毎月下手くそコンペやっています。キャリア3年以上ですが、漏れなく全員100以上しっかり叩きます。楽しそう楽しそう。問題山積みですが、その中でもパッドがパッとしません、はい、40から45、50パッとしてしまうのもいて、お渋滞の原因にならないか毎回不安を抱えながらカートに戻っています。上達方法はやはり練習量でしょうか。そうですね、あの渋滞にならないためにもここアドバイスをしなきゃいけません。まあ、あのもちろん練習量大事です、うんうん、ですが、まあ、パター基本的に、まあ、難しいですよね。だって距離感回せなきゃいけない、方向回せなきゃいけない、こんなちっちゃいカップに最後入れるって的が一番ちっちゃくなるわけですから、うんうん、まあ、難しいです。で、まあ、パッティングでまず今40パットから45、50パットするって言ってたんですけど、まず第一に考えてほしいのは全て2パットであってほしいんです。全てのホール、そうですね、うん、グリーン乗ったら2回を必ずノルマの目標にしていただきたいんですけど、じゃあ2パットで行くにはどうしたらいいかっていうと、基本的には距離感とショートパット、これがうまくなれば、うん、基本2パットで回りやすくはなると思うんです、うんうん、でまずそこでね、一つ目のポイントの距離感、これが今日ぜひその見てほしいんですけども、はい、まず距離感を作るために何で意識されてるのかな、その方わからないんですけども、結構多くの方は振り幅っていう方結構いらっしゃるんですけど、これ振り幅大正解です。大正解なんですけど、私今同じ振り幅で振ってみますね。例えばですけど、この感じと、なんとなく、まあ、ちょっと同じ振り幅、だいたい同じような、はいはい、なんですが、結果多分今全然、結果だいぶ違う、うん、そうなんです。で、すごく大事なのってリズムなんです。あ、うん、パッティングの距離感を合わせていく中で大事なのが振り幅プラスリズムなんですね、うんうん、で、この、まあ、振り幅を当然安定させてリズムを揃えてあげると必ず距離感というのは良くなりますから、うん、距離感を自分で作るときにワンセットでこのぜひ振り幅とリズムっていうのは常にワンセットで練習するように心がけてください、はい、なるほどね。リズムが悪いとね、そう、結局、まあ、パンチ入っちゃうとか緩んじゃうっていうことにもなっちゃうし、もちろんさっきのアプローチと一緒で、あの振り幅は1対1がベスト、大きくちっちゃく、ちっちゃく大きくよりも基本はゴルフスイングで1対1だから、まあ、それの中で、しっかりリズムも、うん、遅いと飛ばない、うん、速いと飛ぶので、まあ、その辺も肩が一番なりやすそうだね。なりやすいかもしれない。ドライバーとかやっぱもっとしっかり振るから、うん、そこまで早くしようと思っても難しいけど、パターは確かに、そうなの、クラブにどうしてもスピードって遠心力がかからないから、うん、パッティングって自分で作るしかない、うん、リズム、なるほどね。で、まあ、この辺をまずはやってあげると45パットから35パットぐらいに、まあ、30台にね、はい、行ってほしいですね。行ってほしいです、はい、ありがとうございます。皆さん、リンゴルフオープンニュースをお伝えしたいと思います。6月7月のスケジュール、8月まであるかな、ざっと出てます。6月15日福岡クイーンヒル、まあ、ゆっこが会場に行きます。でインターからも近いゴルフ場となってますので、アクセスもいいということでたくさんのご応募お待ちしています。で7月22日軽井沢ですね。7月で結構暑いんですけれども、避暑地飛ぶ、天気がいいとカート乗り入れできるので、こちらの会場もお待ちしています。りさちゃんが来ることが決まっております。でもう一個、8月17日鳴沢、こちらのかなり名門となっております。 YouTube でも結構上がってるんですけど、富士山が
かなり絶景ポイントでたくさん撮れますのでご応募いただければと思います。以上、ご参加お待ちしています。バイバーイ。